ドラソウルなんだ。タタタン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 ウルトラソウル。はい。ミルクさんこんばんざいなしやほー。おいしょこれしょ。あ間違えたな、これ絶対間違えた。ちょっと待って間違えた動き。こうだ。よいしょ。お、みなみんちゃんだ。初めてちゃんとコメ、え、こっちじゃないの、間違えてるね。こっちであったわ、ごめん、ガラガラして。え、確かになんかちゃんとコメントしてくれたよ。やったね、ありがとう、やっほー。ウルトラソーは推しメンだけど、やったありがとう。皆さんやっほー。さすがにこの間に寝たらびっくりするけど、よしさんならありえそう。向き合おう、そりゃもっとこと。じゃあ、はじめまして。え、そう、え、それでさ、なんかさ、優しいって言ってくれたの、なんだったっけ、覚えている。嬉しかった。それをね、あのね、それを覚えとってくれたのがめちゃめちゃ嬉しいよね。受付してたっていうのをマジ嬉しい、ありがとう。嬉しいのだ。この間寝てたっけ、どっちやっけ、いつのこの間だ、よしさんのこの間。この前髪の真ん中はどうにかして美容師さんに整えてもらうかもだけど、ない前髪を生やすことは美容師さんにもできないからどうしよう。前髪なんか違う形もやってみたいけど、前髪の形変えるのむずすぎて無理。なんか気づいたら切ったらこの形になっちゃうんやけど、どうしよう。その受付さんの時と、そう、リムちゃんの時ね、頼んでくれたしね。あおちゃんには、恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう、恋しちゃいなよ。いつ寝てるか寝落ちするか分かんない、ちゃんと分かって、うちも人のことやんけど。でも昨日うちちゃんとお風呂入って寝れたけん天才だと思った。かいたくんこんばんざい。これが可愛いから OK、 やった、前髪ない。でも最近気づいた、前髪短い方がなんか漏れている気がして、前髪、いや、もともとが割と長めなんやけど、うちの前髪を基準が多分短くしてみた。短くすると前髪の作り方変えないか。マジでここのさ、眉間のところ前髪ちょっと短いんやけども、なんかない。さあさあこんばんざい、今日もキャワチありがとう、かいてくん無理かわちい、やった、今までショールームいけんかったの後悔するしかない。でも今からいっぱい来てくれたらいいんやない。毎日配信してるけんね、きっと。それは天才より奇跡ね、奇跡、天才マジで、いや天才なんよ、うちは天才なんだ実は。ファイニャンの前髪のこだわりはね、なんか今までは毛先を結構きつめにくるんって巻くのが好きやったけど、最近なんかそれじゃないかもなって思い始めてきて、前髪研究中なんですけど、もうそもそも今前髪がなんかここがガタってしちゃってるのがもうってなっています。あ、でも明日美容室行くんで整えてもらうかもね、わからん、ワンチャンちょっとカットせんかもしらんってなり始めた。パルテさんおはにゃん、やっほー、なんか珍しい近頃チェキ始めましては、待ってるよ、ついに来て。お話ししに来てくれるととても喜びます、イエイ。わかる、それわかる、わかるんや。わかってくれた、天才よ。はい、そう、悪いことできん。あ、マシルちゃんだ、やっほー、こんばんは。
やいや。ねえねちえ、やはりやへんさ、おにゃんって前髪揃ってて、お文字嬉しい。前髪綺麗にしたい。レナさんの前髪なんであんな綺麗なんだろう。全然意味わからん。でもレナさんの前髪をセットするのを見る機会って今までにあったはずなんよ。何回も。なのになんか気づいたらレナさんの前なんか、もちろんやけど寝起きはあの前髪じゃないんやけど、気づいた時にはなんか自分もさ、だいたいレナさんが前髪セットするとき、だいたい自分も準備しとけさ。でさ、なんか気づいたらもうレナさんのあの前髪が出来上がったぞ。綺麗すぎ。ってなっています。え、でもなんか薄い前髪もなんか最近前髪のここの脇を伸ばしてこうなるスタイルの前髪をやってみたくて、ここ伸ばしてなんかここ真ん中がなんかちょっと薄くこう広がってて、こう薄く広がっててなんかいい感じにすいてて、ここあるやつしたいけど、でもなんか履けそうじゃないこれ。うちおでこなんか死ぬほど広いけんさ。笑った顔かわいい、やったねん。でもうち笑うとマジ目なくなるんよね本当に。ライブの時の笑顔とかさ、でも死ぬほど楽しい時とか特にマジでね、 目がなくなっとる。目がどっか行ってるんですけどってなる。もうね、なんかわかんない、ほっぺの肉が多いんかもしれん。こうやって泣いちゃう。髪型好きすぎてマジポニーテール、プリンちゃん今。でも天才すぎることは何？12月4日物販だけ、おお待っとるよ。物販だけでも来てくれる、ありがとう。待っとるよ。12月4日ってもう明後日じゃん。明後日的明日。前髪ならオタクに。前髪ね、でもうちめちゃめちゃデコ広い。見てほら、おデコ広いんだ。すごくない？おデコの広さ。今日ね、前髪にケープつけてないけんあげる。死ぬほどデコが広いんです私。手入るもん。前髪ちょっとなくなった。だけ前髪狭い、違う違う、おでこ狭い人に憧れるけど、なんかさ、ここの髪の毛が気持ち薄い気がして、でも気持ちしか薄くないはずなのにめちゃめちゃハゲて見えちゃう。ハゲてんのかな。か思ったけど、違うよ、デコが広いんよ。よしさんこんばんは。触覚はなんかこのぐらいまでの長さの髪の毛がここに欲しい気もしてきて、こうなりたい。でもなんか一時期そうなった気もするんやけどな。うち気づいたらまっすぐになっとる。なんでこの時間が来てることは少ない。あー、なるほどね。うちもこの時間以降しかないもの配信。やべえ、もうやった、ポニテは写真ポニテだよ。カイト君に最近会えてないけ寂しいわ。デコだし、ちょデコ広すぎるんだ。十分か、マジ？なんだろうね、そのハゲてんのかもしらん。デコ広すぎるんよね、マジで。でもね、でもバッツァジャパン多分ね、デコ広い人割と多いんじゃないかなって勝手に思っています。あのデコ、バッツァジャパンって前髪ある人率がマジで高くて、みんなある、ほとんど。本当にないの、春田さんとかぐらいじゃないかな。最近クーさんも前髪伸ばしたんしやけど。前髪ある率ってか、ほとんどみんな前髪あってバンザイジャパン、あんなに人数おらない。でもね、あのデコ広い人って基本的に前髪ないと生きていけんのやけど。だってあのもち丸も意外とデコ広いんよ。もちマジでね、思ったよりデコ広くて可愛い。デコ丸になる。デコだしやつ、デコ広すぎて光っちゃうんだ。これお前や、いや会いたいならおいで、来れる日に。明日鬼早起きなのね、3時とかかな。え、だとしたら2時間しか寝れんけ、やばい。だって星くんいつもでさえめちゃめちゃ早起きなのに、その星くんが鬼早起きって言ったのやばいよ。頑張ってね、早起き応援しています。頑張って。えさ、ははは、めっちゃ早やん、めっちゃ早やん。何や見て、まっすぐ切ったらこうなるよ。でもいつかよね、日曜日は所沢桜タウンホールでジャワフェスがあります。日曜日めっちゃ来てほしいよ、よしさん。もしかして来れたりする？
ちょっとさ、自分のツイッター、え、なんかさ、スマホのツイッターのさ、ハッシュタグのところがちょっと、うちはさ、なんかうちのさ、このねねこり口のハッシュタグツイッターアプリで開く、ちょっとバグっとるよね。遠いけど、え、遠いけどめっちゃ来てほしいよ。ちなみに日曜日めっちゃね、熱、激熱ポジションがあります。マジでやばい。けんマジで来てほしい。切実に本当に来てほしいです。3時半いつものいつも、え、でもいつもなんかもうちょっと遅いけど、でももしくはもういつも早起き。葵ちゃん、ワンチャン配信、いや3時半はねギリ終わっとう気がする。打ち回した言って早いけんが、いやごめん、星くんの前で早いとか言わないで、もう全然星くんからしたらマジガチ遅遅いやけど。ガチャおにゃん不足、日程合わせてライブ来てよ海人くん。明日は永眠したい。永眠、明日一日寝るんか。24時間ってさ、熱出た時しか寝れんよね。日曜、え、日曜マジ激アツです。ザワーフェスの、いた、ザワーフェスの告知、お昼12時25分から12時50分、所沢さくらタウンホールにてライブがあります。ザワーフェスに出演します。イエーイ。え、マジでマジで激アツポジションなので、本当にマジで本当にめちゃめちゃ来てほしいです。ちなみに日曜日は予約特典もあります。日曜日担当やったんやけどキャンセルになったから前日まで、え、お願い来て、お願い、本当に来て、お願いマジで本当に来てほしいし、マジで来ても絶対後悔させないです。本当にすっごい激アツお願いします。次おしめんとチェキ取るときに博多弁も移すとはチェキに何時から？12時25分からです。アメモンこんばんざー、やっほー。あ、そうだ、あとあれだ、山口ツアーのチケット、ライブだけのチケットも8日まで販売中ですので、あのぜひ山口に、その12日にライブがあるんですが、12日だけしかお休みが取れないよとかの人でも、もう頑張って日帰りでも行ける時間なので、よかったら山口に一緒に行きませんかっていう、一緒に遠征っていう、とっても楽しい思い出を作りたいんです。お願いします、待ってます。なんか珍しいアピールすぎてハゲたマジ絶対来て、お願いマジでお願い、本当にお願いルーフさんやっほー。そういう時はそうだよ年末年始はおるよ。1月の第、8、ちょっと待って、カレンダーください、自分に。1月の確か8から12ぐらいまでがいないかも、か13か12かな、8から12ぐらいまでいないです。その間に成人式があるので福岡に帰ります。ちょっと成人式に行ってきます。私は年末年始はやからおる、ちょっとその次の週ぐらいにいません。さあ次の番組いつ来れるんかいとくん、来れそうな日を教えておくれなんか大体のライブの日っていうか予定はあのカレンダーにして載せているので、平日は基本的に夜、時々明日はちょっと早いんやけどね、平日にしては。待って、にゃにゃ告知なんです、実はハッシュタグたてまるこんばんざ、やっほー。年末年始、お、年末年始ぜひ。博多弁映しての意味はあんま分かってないけどね違った。コンビ出てないよ。トヨスピットってどマジ絶対、マジめっちゃ来てほしい。トヨスピット、カイト君その日来れそう？夕方ぐらい、18時19時ぐらい、18時ぐらいかな、18時過ぎ。トヨスピットちなみにめちゃめちゃ広いです、ステージが。なので
マジでめっちゃ見に来てほしいし、トヨスピットでこう書いてるんですけど、アフロダイナマイトお披露目なので、あ、差し取ったら342日だよ、やったね。すいません、ハッシュタグじゃ、ハッシュタグじゃないんよ、んが入っとるんよ、違うんよ、そこじゃない。ちなみになんかスマホのツイッターバグっとるけん、最近嫌やけど、そろそろ2時間以上やら大変だ18、え、マジ来れる、おいで、トヨスピット、フルダイナマイトお披露目だし、セトリもすごい面白そうなので、マジめっちゃ聞いてほしい。あ、しゅ、そう、にゃにゃ告知、ほんまやな、ね、ちゃんと見な。あのね、でもなんか最近、え、みんなはこれ治ったんかな、このバグ。ちょっと13日がさ、大抵がね確定してないけど、まだあれ出せてないんですけど、あれです、だいたい18時過ぎぐらいです、出演が。隠密はした気がするけど、だいぶ前かも。トヨスピット、そう、500円ライブのやつめっちゃお得なんよ。え、ジュウさんおいで、ぜひ来てよ、待っとるよ、カイトくん。え、めっちゃ楽しみじゃん、待っとるよ、めちゃめちゃ。ちょっと時間が確定したらあれを出します、告知を。13は、え、先に、え、どっちがありがたい、先に出しとった方がありがたい、海斗くん的にはサイトだけでも。土日調整頑張るね、え、マジで全力で待っとるよ、お願いします、プシュッロカチ、マジで楽しみ、久々やな、会えるの、え、めっちゃ楽しみなんやけど、待っとるよずっとワクワクが止まらないな、忘れてしまうくらいに盛り上がる、なでしこですか、赤白ならにくらぶ、怒らんといてね、ハッピーになれたら嬉しいな、祈っとくわ、うちは。じゃあ、人生かけて旅をして、ハイテンションに出かけら伸び、何かの全部巻き込んで、それが願いしまた明日、アイナの可愛さでまたキュン、やばいやばい、かさぶたかゆくて書いたらかさぶた剥げた、音がした、音はしてないけど、あ、これもうなんかマジガチチでみんなに見せれんやつやん、これ嬉しい、キュンキュンしていっぱい、キュンキュンしとるかいとくん見れるのもじゃあ楽しみにするし、しとるし、キュンキュンさせに行くわ、じゃあ怪我した、なんかさ、でもこの怪我いつ怪我したのかマジで記憶いないよね。あ、やばい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 、かさぶたが全部剥がれそうで、全部剥がれそう、ちぎりたいのに、あ、全部剥がれちゃった、やべ、あー、やっちゃった、全部剥がしちゃったかさぶた全然治ってないのに、でもこの傷がマジで 何かわからん、うちは最近よくある。え、これすごい、あーってなるけど、これ多分ねマジ普通に血出とるけんさ、みんなに見せる、え、でもなんか今日見て、ここ、ここの気づいたらね血出とってびっくりした鼻血ブーブーでさ、いっぱいキュンキュンして痛い、血じゃん。土曜日カラフルだったら笑うね、笑う何が見たい、え、でもなんかさ、いつ、そうよね、だって新章さ
新書見たいって言ったよね。だってなんか新書見たいって言って来て新書やった日があったよね絶対。確か確か。わっ、てちゃんぐみんくさん、電波組さんが好きなんですか。こんばんざい、来てくれてありがとう。初見さんだ、はじめまして、来てくれてありがとうございます。このん日本の魅力はおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界発信していくアイドルグループバンドイジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵です。よろしくね、はじめまして、来てくれてありがとう。よかったらゆっくりしていってくれると嬉しいです。いっぱいコメントくれると嬉しいです。イエイよく覚えてるよねそれが。え、なるほどね。え、なんかそう、そんな気がした。なんか新書見たくねって思って、なんだっけって思って、その記憶はって思ったら今思い出した。これさ、血で取るけどさ、放置したがいいんかな、かさぶたなるために。でもマジパックリ割れみたいになっとる今。結構ちゃんと血やけん、多分見たら苦手な人おるやろけん、みんなに見せれん。なんかさ、割と血はさ、あの自分がよく怪我するけんさ、見慣れちゃった最近顔ラン高い。何顔ランって、何哲也さんは顔ラン、顔ラン、顔ランとは高いな。褒めとるそれ、ちょ顔ランが分からんけど、褒めとったとしたらありがとう、分からんけどちょっとリップ塗るまん。違う時はずっとにゃの新書、あ、そう言ったよね。じゃん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 。13日トヨスビットでいち早く新曲が聴けます。楽しみにしといてねうちも楽しみ。でも久しぶりに新衣装見たいな。なんだろうね、衣装着たらわかるよ。お顔の美人度ランキング、顔ラン、え、だとしたら褒めとるってことか、ありがとうあ、でもどっちかって言ったら可愛い系統より美人系統ですって思ってます、勝手に自分でもっと美人になるんだ。ちなみに19歳です。バンザイジャパンの中では最年少やってます、よろしくお願いします。最年少金髪ちゃんです。金髪なんですけど中身はギャルじゃないかも。変な人変な人かわからんってことはね。前の衣装も見たいじゃんよしさん新曲お披露目面どうなるんだろうねっつってから新曲です。ぜひ13日の豊洲ピットは500円でライブが見れるので、しかも豊洲ピットで、ぜひバンザイジャパンに会いに来てくれると嬉しいです。全力で、それこそ初めてバンザイジャパン、あ、やばい、すごい切っちゃったよ。バンザイジャパン初めてだよって人も500円のライブはマジで来やすいんじゃないかなっていう風にすごく思うので、しかも500円でさ、あの豊洲ピットの会場でライブが見れるのすごいよ。願うばかりです、願うばかりです。でもそれ以上に、それ以上には変やねそれもあるけど、それもそうやけど、うちは明日会えるのが楽しみなのだそれがいい、ちゃんとチケット取ってね、分かり次第絶対だよ、絶対だよ。ちょっとね、もうかさぶたはげちゃったの、泣いています。アーニング新曲に向いてどうだろうねどうだろうね、ちょっとからねでもマジ新曲マジで本当にマジでみんなに聞いてほしいし、マジでアフロダイナマイトっていう感じなので、ちょっともうあんま言えないんですけど、あの言っちゃうと歌っちゃいそうなのと、なんかいろいろとバレちゃいそうなので、何もバレはしないんだろうけど、多分
マジででも面白い曲になっているので、本当にマジで楽しみです。お披露目もね、本当にぜひ来てください。誰とゆっくんとだよ。もう行く行くさ、そうよ、待っとるよ、全力で待っとるよ。会えるの本当に楽しみにしとるけんね。やだ、タコチュッチュがねちゃんと来るんだよ、多分3、4年ぐらい。ああだとして、え、3、4年はめっちゃ行ってないじゃん。おいで。3、4年の間にね、いっぱいメンバーも変わっているしね、うちもその間に入ったし、まだ1年経ってないんやけどさ、入ってから最年少やってます。まだ19歳なのだ。でも最年少やけど割とキャラ的にはちょっと大人っぽめかもっていう不思議な立ち位置にいます。イエイ。え、おいでよ、お暇な日にぜひ。待っているよ、せっかくさ。え、それはさ、うちのさあれを見て、バンザイジャパンってのを見てさ、ルーム入ってきてくれたん、哲也さんは。哲也さんって呼んどけど、哲也さんでいいんかな。チケットを買ったら、わ、待ってるよ。嬉しいこと言って、待ってるよ。アミコ君元気だと思うよ。待って、今仕事の携帯に。 なるほど、どういうこと、何を待つのだ私は。さあ今恋します、疲れの合図にカールカール、朝昼夜いつでもどうぞ、送料もろもろいりません、だけど笑顔のサインはいただきます、何なんだろう、汗逃げやすいの、そうだ、こんなことしたくない。ここでもやったことないよね、一番ラップ。おー、Going, going, take a zone, 抜け出し走ってく、それでもたまにくじけそうになる、 Give up は似合わないから、その心にエナジーをさ、なんだかたちゃちゃちゃ思い出せもっと、アイちゃんに会えるのも嬉しいよ、楽しもう、楽しもう、みんなしても。土曜日仕事じゃない理由が分かった、何？しかもなんかさ、最初日曜日って、あれ日曜日って言わんかった、あれそれは違う、日曜日って言ったよね、気のせい、なんかね気づいたら土曜日になった気がしとるけど、うちはちっちゃん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 、誰もが理想、ジャベねー、ダメじゃん。昔とね、それは既視感かも。レイナちゃん、田中レイナちゃん、福岡出身やしね、金髪だしね、うちもさハロプロ好きやけんさ、すごくわかるよ。日曜日、どっちもいいけど、やばい、回り始めちゃった、ちょっと待って帰ってくるわ。ごめん、なんか急に回り始めて、ごめん、ちょっと椅子が回り始めちゃったんだ。お移住したいのにいっぱい行けちゃうか、待ってます。日曜日めちゃめちゃ激アツだよっていう話をした気がするんやけど、さっき最初日曜日って言ったよ多分、よしさん、え、違う？5日って言わんかった、だって5日って日曜日やんね、最初5日って言わんかった、だって
ちゃ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 。回ってんじゃん、回っちゃったよね、こうやって急に。そういう日あるよね。ねえ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 。最近、てか、なんかね、椅子変えれそうなんよ、この椅子から。この椅子を出せそうなんやけど、椅子の捨て方がわからんくてどうしようってことに今気づいた。え、待って、哲也さんもしかして足あざますって言おうってことは足フェチやったりするっつってから足フェチだとしたらうちも仲間かもねっつって。そうやけど仕事入ったら頑張ってきてお願いいつかって言ったよね。ふかちゃんだよさん、こんばんざい、はじめまして、来てくれてありがとう。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界配信していかれるグループバンザイジャパンっていうグループの福岡県の伝道師七瀬葵です。よろしくね。普段は東京を中心にアイドル活動してるんですが、配信も毎日やってたりいろんなことやってます。なんかゲームが好きなんですけど、私ゲームの e スポーツとかのアンバサダーをしていたり、福岡県の伝道師っていうのは福岡県出身なんで福岡県のいいところをみんなに広めたいよっていうやつです。え、仲間、足フェチ仲間語り合えるかも。うち足のこと語り始めたら3時間ぐらいね多分配信しちゃうんだ女の子の足を見るのが好きなんですよっていうの、足フェチってことに最近気づいて、結構それまでは当たり前のようにわーいい足って思ったら自然といい足って思って眺めとったんやけど、それって足フェチなんだってことに気づいて、なんかみんな眺めるもんやと思っとったんよ、うちは。その感覚もやばいかもやけど、あーまあなんか 目になんか入ったって思ったらまつげが抜けちゃった、ピエ。頑張りたいから食1月まで頑張って、うちも足フェチだよん。足眺めるの好きかも。で好みの足の形がある、マジで。でもやっぱ足綺麗だなーって眺めるの好き。僕も3時間ぐらい舐めて、それはちょっと違うかもなーっつってから、でも舐め回すように見るのは得意です。あははいかんてー、やばいやつじゃん。初見さんなのに大丈夫、うち早々初めて配信来てくれたのにやばいやつやけど大丈夫そうっつってから。足フェチは負けないぞ、みんな足フェチモチブ高えじゃん。ちょっと足傷出ちゃった、ね、傷から血が出ちゃった、ちょっと見えるね、うっすら赤いかも、ここ血出てるのでちょっと早く直す。明日早いかわー、頑張って、早起き、早すぎラブじゃんそれはまたね。だから、え、土曜日でもいいよ全然。土曜日、え、なんで？土曜日は絶対仕事が入らんと？でもなんか日曜日も休みって言わんかった？今のところ。待ってます。土曜日もいい感じだよ。土曜日でもどっちにしろ来てくれるんやったらいつでも嬉しいけど、もちろん。でね、土曜日来れるん？さっきなんか言ったけど、ちゃ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 、あ、徹夜組インクさんがいいねしてくれたのうち見えたよ今。フォローしてくれてるのか、フォロバもしてるのか。よしよしってからここにツイッターがいるので、パソコンの。土曜日は、え、待って、な、待って、ヨシさんの曜日感覚あれ、土曜日は夜だよ。え、な、絶対日曜日と土曜日間違えとらん、ヨシさんは。日曜日が昼だよライブ。
土曜日は、あ、なるほどね、土曜日は夜よ。んね、待って、もう待って日曜日の話ちょっとわかんないけど来てください、待ってます。よし、はい。かつさんこんばんざい、おやすみ、おやすみ、びっくりしちゃった。じゃあ日曜日、日曜日昼やったら厳しいと。じゃあ土曜日は確定で来れるってことで、日曜日はワンチャン来れるってことね。あ、今日ね、どうしようかな、多分30分ぐらいになったらショールームの配信は終わるかもしれないんですけど、私あの YouTube とかでも配信してて、実はYouTube の方で配信を始めようかなって思うんですけど、35分ぐらいからメイドで、もしよかったらそちらの方にも遊びに来てくれたら嬉しいですっていうのを言っておきます。プロフィール欄からリンク飛べます。 Twitter のプロフィール欄にもリンクがあります。ちゃんちゃん、やはり何は買わない、日曜日何もなければ、オッケー、待っとる。じゃあ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 、なんかさ、待って、すごい今耳痛くなり始めた、びっくりした、なんか耳痛い、そういう時あるよね。今日マジでね、朝の記憶が全然なくてびっくりする自分で。今日ね、結構早起きしたんやけど、朝から出とったんやけど、あの朝起きて出てなんかご飯食べた気がしてね、で帰りさ、あれ今日家になんかご飯あったっけって考えながら帰りよってさ、なんかあった気がするけど何も思い出せんやって、びっくりしちゃったマジで。え、今日うち朝何してたってなってびっくりするぐらいなんか濃かったかも今日。レッスンやったけんかな、いっぱい頭使ったんだ。リプしていた、ありがとう、嬉しいよ、ありがとうね。見つけました、ちょっとじゃあ後でちゃんとリプ編をします、待ってます。マジでなんかさ、それこそうちがさお披露目からデビューしたあたりとかってさ、結構キースタが多くって、その時期に、時期的なものだろうけど、なんかこの月この会場多いって時なんかちょいちょいあったりするんやけど、そうマジでめちゃめちゃキースタ多くて、その辺の時期が
だからさ、めっちゃなんかちょっと懐かしい気がしている。久しぶりに行く、久々キスタ楽しみなんだ。あぶねー、あくび出てないよ。今度の仕事は親父と同じ会社で休みみたいな。あ、もう決まっとうと？え、なんか就活したって言ったけどまだ決まっとらんのかと思ったんやけど。なんか最近さ、めっちゃ寒いじゃん。なんか冬来たって思うけど、雨だけ降るとちょっと悲しくなっちゃう、寒い日に。それ以外やつ、なんか寒くて、寒すぎて今日とかめっちゃ震えとったっちゃけどね。なんかなんだっけ、そう震えとったっちゃけど、なんかまだイルミネーションとか今の時期あるじゃん。なんか道とかも木が結構な、マジで何もない木とかもさ、イルミネーションつけてくれたりするじゃん。だけなんかそういうの見えるとさ、うち結構テンション上がるんやけどさ。だけなんか割と最近帰りルンルンで帰り寄ること多いかも、冬とか。冬うちなんか帰り道テンション高いんよね。なんか修正かもしらん、割と。なんかね、冬とか、これ今はできんちけど、あの私福岡県の糸島市出身なんですけど、あのなんだっけ、糸島ってめちゃめちゃ星が綺麗なんですよ。だからそのめちゃめちゃ星綺麗って、まあ、そもそも田舎って割と星見えるやん。だからね、帰り道なんかあんまり街灯が明るくない道で止まって星見たりする。行く場所決まっとるけど、あとは頑張れ。ベニー周りのイルミネーションあんま分からんかったかも。あ、原宿んとこはいいね、分かる。それはこないだ行ったけんね。てかそろそろ30分なので配信終わろうかなと思います。コメントしてくれた方とか、皆さん本当に来てくれた方ありがとうございました。もしまだの方いたら、ショールームのルームフォロー、そして Twitter などの SNS のフォローもよろしくお願いします。この後はショールームからちょっと媒体が変わりまして YouTube で配信します。 YouTube は結構ね、入れとる人も多いんじゃないかなって思うので、よかったら YouTube の方での配信も見に来てくれると嬉しいです。ここのねプロフィールのリンクだったり、あの Twitter に行っていただくと Twitter のプロフィールのリンクだったりにリンクがあるので、よかったらそちらでお待ちしています。ということで皆さん来てくれてありがとうございました。アフルのミュージックビデオってもう撮ったの、どうだろうね、どうだろうねんつってから。どうだろうねん、どうだろうねん。なんかそういうの、まあでもどうなんだろうね。ミュージックビデオはいつ出るんでしょうか。でも12月13日にさ、12月13日トヨスピットのライブで新曲フォースメジャーリリースシングルに収録されているアフロダイナマイトの初披露予定です。でこの豊洲のライブがね、あのなんと500円で見れちゃうので、本当にあのチケット代が500円っていう、もう破格の安さなので、もう本当にみんなに来てほしい。まあ破格の安さだからこそみんなに来てほしいっていうのもあるんですけど、本当にマジでお願いします、来てください、待ってます。新曲披露です、マジでみんないち早く聞いてほしいんで、よろしくお願いします。唐突ね。というわけで終わろうかなと思います。皆さん
よかったら YouTube の方も遊びに来てね。というわけで以上、バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵でした。またねー。